幕張新都心幕張メッセ。幕張メッセは、千葉県千葉市美浜区の幕張新都心に位置する、日本最大級のコンベンションセンター。国際展示場を2棟11ホール、国際会議場、幕張イベントホールを有するアジア地域有数の、国際見本市会場及びマイス施設。国際展示場の正式名称は、千葉県日本コンベンションセンター国際展示場。 日本国内の優秀な建築作品として、第32回及び第40回、b c s 賞、イアイタック・ウォーターナディオ賞、第5回千葉県建築文化賞等を受賞している。運営管理者は株式会社幕張メッセ。老朽化及び交通利便性が不遇であった、東京国際日本史会場の代替並びに、幕張新都心開発の一環として、 1989年10月9日に、千葉県日本コンベンションセンター国際展示場が、千葉県千葉市三浜区中瀬2丁目1に完成した。同月、第28回、東京モーターショーが幕張メッセ国際展示場で開催され、史上最高の15カ国が参加。約192万人が訪れた。以後様々な国際見本市、国際会議、イベント、 コンサート等、日本を代表する国際見本市会場及びマイス施設として機能している。特に音楽やアニメのイベント利用が増加し、2016年には年間2100ホールという過去最高記録を達成した。これにより、2016年の稼働率は70%から80%ほどとなる。国際展示場1から8ホール。 国際展示場9から11ホール、国際会議場、幕張イベントホールの4つの建物から構成されている。設計は、高松の宮殿下記念世界文化賞、プリツカー賞等を受賞している、牧文彦。構造設計は、木村敏彦、及び株式会社構造設計集団。施工は、スーパーゼネコン5社をはじめとする総合建設会社が行っている。 運営会社は1986年4月30日に設立され2005年7月1日に社名を株式会社日本コンベンションセンターから株式会社幕張メッセに変更した。幕張メッセのメッセとはドイツ語の日本史の意味を指すミサに由来する。幕張メッセ共用部には商業用撮影可能な場所がありテレビドラマのロケ地として利用されている。 幕張メッセ国際展示場1の8ホール及び幕張イベントホール入口幕張メッセ国際展示場9の11ホール幕張イベントホール幕張メッセ国際会議場敷地面積のべ217,151.47平方メートル全関冷暖房空調設備を管理する全天候一体型の建築物である国際展示場一から八ホールイベントホール 国際会議場、国際展示場9から11ホールの4つの建物からなる。国際展示場1から8ホール、イベントホール、国際会議場は第32回、BCS 賞、イアイタックウォーターナリオ賞受賞。北ホールは第40回、BCS 賞、第5回千葉県建築文化賞、景観に配慮した建築物部門を受賞している。 1>, 1から8ホールからなる展示施設。稼働間仕切りで、発出の部柱空間に分割できる。各展示ホールごとに南北それぞれ幅12メートルの出入り口が設けられている。9から11ホールからなる展示施設。第2期工事にて増設された。1997年10月1日完成。稼働間仕切りにより、重量物展示に対応した9000平方メートルの 展示ホールと4500平方メートルの2つの展示ホールに分割可能。室内スポーツ利用の場合東京モーターショー、東京ゲームショー AKB48、劇場版発売記念大学司会幕張メッセの国際展示場、国際会議場、幕張イベントホールで行われている1年間の再次件数は約841件、来場者数約709万人である。 1989年をオープン以来の来場者数は累計約1億6808万人となる。毎年あるいは数年おきに開催される主要イベントを以下に記す。その他のイベント音楽番組主な音楽番組を以下に記す。ライブイベント実績代表的なライブイベントを以下に記す。過去のライブ実績その他 AKB48 及び AKB48 グループの 劇場版発売記念大握司会の会場となっている。主な国際大会を以下に記す。主要な国際会議開催実績を以下に記す。鉄道路線バス高速バスその他、マクハルメッセ中央から、祭事開催時に臨時高速バスもあり、夜行バス空港リムジンバス高速道路駐車場。ありがとうございます。